ミゲル・アンヘル・ナダル・ミゲル・アンヘル・ナダル・オマルは、スペイン・バレアレス諸島・マヨルカ島、マナコル出身の元同国代表サッカー選手。現サッカー指導者。現役時代のポジションは、DF、MF、ザ・ビースとの愛称で呼ばれた。RCD ・マヨルカでキャリアを始め、マヨルカでキャリアを終了したが、最大の実績は、ヨハン・クライフ監督率いる FC ・バルセロナ。 いわゆるエルドリームチームの時だった。プロ19シーズンの間で一部462試合を含む492試合に出場した。1990年代のスペイン代表を中心選手として支え、FIFA ワールドカップに3回 UEFA ユーロ9 6に出場。62キャップを記録した。バレアレス諸島マヨルカ島マナコルに生まれたナダルは、 地元の RCD マヨルカでプレーしている時に1987年4月19日のカンプノーで行われた FC バルセロナ戦でリーグデビューを果たした。その後、チームはセグンダディビシオンに降格したが、ナダルは主力選手として1シーズンで一部昇格に貢献し、以降もレギュラーを務め対談するまでの2シーズンで72試合12得点を記録。その活躍が認められ、 1991から92シーズンに名門 FC バルセロナに移籍した。バルザでは中盤や両ウィングバックと守備のようとして公式戦に300試合以上出場しリーグ優勝5回コパデルレイ2回 UEFA チャンピオンズリーグ制覇に貢献とクラブの黄金期を支えた。しかし1998から99シーズンになると ルイファン・ハール監督の構想から外れたことで、出場2試合にとどまり対談することになった。また、1996年と1997年に、マンチェスター・ユナイテッド FC への移籍話が持ち上がったが実現せず、プレミアリーグでプレーすることはなかった。1999から2000シーズンより迷るかへ、復帰。すでにベテランの域に達していたものの、最初の3シーズンで、 結城11試合と中心選手としてチームを経営し2002から03シーズンにはコパデルレー優勝を果たした2004から05シーズン途中ほぼ39歳になったナダルは現役引退を表明公式戦で約700試合に出場した引退してから5年が経った2010年7月3シーズンバルサで同僚だったミカエル・ラウドルップ監督率いるマイオルカに コーチングスタッフとして戻った。2011年9月末に、ラウドルップとディレクターのロレンソセラ・フェレールがクラブを、サルとアウェーで2から2と引き分けた c a オサスナ戦で、暫定として一試合チームを指揮した。1991年11月13日、UEFA ユーロ9 2予選のチェコスロバキア戦で、スペイン代表デビューして、以降62キャップを記録。 1994FIFA ワールドカップでは3試合に出場してベスト11候補に名を連ね、1998年の 1998FIFA ワールドカップでは2試合出場した。マヨルカでの活躍から、1998年 W 杯以後遠ざかっていた代表に復帰し、2002FIFA ワールドカップでは36歳ながら全4試合に出場。 ベスト8での韓国代表戦を最後に代表を引退した。グループリーグ第3戦南アフリカ代表戦では、すでに決勝トーナメント進出が決まっていたことから、首相のフェルナンド・イエロが休養したため、代わりにキャプテンマークを巻いて出場した。また、UEFAU66 ではベスト8のイングランド戦で PK 戦を失敗したことにより、チームは敗退した。 スペインのプロテニス選手でグランドスラム優勝回数歴代1位、対、史上2人目となるキャリアゴールデンスラム達成、全仏オープン最多優勝、最長連覇記録を保持するラファエル・ナダルを追いに持つ。ミゲル・アンヘルの兄、トニ・ナダルはラファエルのコーチを2017年まで務めていた。A.B.The Beauty of the Beast フットボール、ミゲルエンジェルナダルアナンシアスーレチラダデルフットボール、トラスエスタール18アニオス EN アクティボ、AAB ミケルアンヘルナダルオマール、インターナショナルマッチス、レック、スポーツ、サッカースタティスティックスファンデーション、RSSSF2002FIFA フフワールドカップコリア、ジャパングループマッチスサウスアフリカスペイン、ホッス、イングランドファーストチームイントゥーラストフォー、 ラファエル・ナダル・ ESPN 2008サマーオリンピックスプロフィールありがとうございます。